YouTube ご覧いただきありがとうございます。今日は、お酒がまだちょっと苦手な方でも、美味しく楽しくヘルシーに召し上がっていただけるジントニックをご紹介します。お好みのフルーツをご用意ください。季節によっても変わりますね。今日はいちご、キウイ、金柑をご用意しました。ご自宅にあるちょっと大きめのグラスご用意ください。こちらに、ジンを注いでいただきます。濃さはお好みで、やってください。で、ジンは冷やしておいた方がいいです。またこの後使うトニックウォーターもこちらはぜひとも冷やしておいてください。氷を入れましたら、こちらのフルーツをグラスの中に入れていきます。見た目にも綺麗になるように、色が3色くらいあるといいですね。今日はいちごの赤、金柑のオレンジ、キウイの緑です、はい、こちらにトニックウォーターを注いでいただきます。注ぐときは、氷とグラスの隙間を狙っていただくと良いと思います。最後にミントを飾るとまたとても、見た目にも爽やかになります。こちらのジントニック、フルーツジントニック。